駅舎予報場駅は愛媛県松山市北条辻にある四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は Y48。駅案内パネルのコメントは野生鹿の生息する鹿島の駅。2005年1月1日に松山市と合併するまでは北条市の代表駅であった。単式、島式ホーム複合型2面3線を有する地上駅。 一番乗り場側の線路は一線スルーの上下本線。2.3番乗り場側の線路は上下副本線である。対向列車の行き違いや貨物列車などの対比及び、当駅発着でない限り、両方向とも基本的に一番乗り場に入線する。2020年度の1日平均乗車人員は906人で、ある。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。 当駅から伊予市駅までは1990年に電化された区間であり、当駅始発、終着列車が多く設定されている。また、松山駅からの最終列車は、旅客扱い終了後合理解始松山駅の最終列車となる。当駅に停車する潮風、石槌、モーニング EXP 松山の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。